皆さんこんにちは。สวัสดีค่ะ。ひらがなネットでタイ料理教室をしているエドです。今回はうすらの卵を使ったタイのおやつの作り方を紹介します。ぜひ一緒に作りましょう。まずはたこ焼き器に油を塗ります。卵を割って入れます。待ってる間に串で周りを回すと取り出しやすくなります。この食べ物、タイではおやつとして食べます。タイ語はカノムクロッカイノッガタと言います。カノムクロックは米粉とココナッツミルクをたこ焼き器のような鉄板で焼く食べ物です。カイノッガタはうすらの卵のことです。卵の硬さはお好みです。いい感じになったら串またはスプーンで取り出します。醤油と胡椒をかけます。ケチャップ、チリソース、またはお好きなソースをかけても美味しいです。いかがでしたか？家族と一緒に作ると楽しいです。ぜひ作ってみてください。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。